Потому что есть я. Потому что есть новое поколение. 一撃必殺のレッドスコーピオン、アレクセイ・イグナショフ。昨年グランプリでベスト4に輝く新世代ファイターイグナショフ。その必殺技はこの膝蹴り。赤サソリの毒針のように人差しで獲物を仕留める。恐るべき膝を持つ男、ドーム進出を決めるか。ヨーロッパ最強の伊達男、ステファン・ネコ。モデル顔負けのルックスを持つ K-1 界切手のハンサムファイター。2年連続でグランプリベスト8に進出したレコの武器はこの右ストレート。昨年ピーター・アーツですら一発でリングに沈めたほどの破壊力。いいか、ハンサムで本当に強いのは俺だけだ。アーツをマットに沈めた右ストレートに加え新たな技も習得。ダイヤモンドゲートよりステファン・ネコ選手の入場です。 From the Diamond Gate, Stefan the Blitz Neko。 立たなければ立たれる東京ドームへの道。今年こそ K の頂点に。甘いマスクのその下に大いなる野心を燃やし、ヨーロッパ最強の伊達男、ステファン・ネコの入場です。昨年は大きな転機を迎えました。ラスベガス予選でピーター・アーツを右ストレート一発 KO。 長い間対外しそうでしなかったネコ本来の力がようやく発揮され始めました。今年こそグランプリを取る。そう固く誓ったステファン・ネコ。東京ドームのスタートラインに立つためにはまずはこの埼玉突破が絶対条件。ヨーロッパ最強の伊達男が今年こそ王者へ向け今動き出す。ステファン・ネコリングイン。今夜もサソリの毒針が相手を狙う。太陽ゲートよりアレクセイ・イグナショフ選手の入場です。 From the Sun Gate, the Red Scorpion, アレクセイ・イグナショフ。2002年の頂点に立つのはこの男かもしれない。一撃必殺のレッドスコーピオン、アレクセイ・イグナショフの入場です。サソリは東京ドームを狙っています。全ては己の膝一つ。一撃必殺のイグナショフの膝蹴り。凄まじい破壊力が秘められたこの膝だけでイグナショフは頂点を取れます。極めて冷静に押し殺して吸い込まれるようにリングに向かいます。獲物がいれば捕らえる。生来天性のハンター。イグナショフというサソリの化身が針を突き刺す今宵の獲物へと近づいていく。喜びや悲しみ、痛みや苦しさ、人間の熱というもの一切を否定したからようなイグナショフ。今日永遠の眠りにつくのはネコよお前だ。アレクセイ・イグナショフリングイン。青コーナー187センチ、96.4キログラム、 IKBF世界フルコンタクトチャンピオン、ステファン・ネコ。ヨーロッパ最強の伊達男、ステファン・ネコ。赤コーナー196センチ、
112.5kg ISK 世界ヘビー級チャンピオンアレクセイ・イグナショフ。サソリが狙う東京ドーム一撃必殺のレッドスコーピオンアレクセイ・イグナショフです。ジャッジ黒住達也大谷達大谷。さあ谷川さん、はい、まあ、去年はですねマークハントという新しい力が制しましたが、はい、まあ、本来去年の戦でこのアレクセイ・イグナショフが、まあ、新世代組の中では実はトーナメントを制するんじゃないか。そうですね、そんな声もありましたからね。超実力派ですから、はい、まあ、今年のイグナショフは楽しみなんですが、レクもね、あの髪型も変えて新規決定しますんで、これベスト8同士ですから本当に面白いですね。力はありますからね、はい、さあ気合を込めたジャッジ戦でゴールラウンド1ファイト。アレクセイ・イグナショフ対ステファン・レコ第1ラウンドです。これ実はあの去年ですね、はい、私見てるんですけど実際に、はい、あの2月にオランダで K-1 やった時ですね、この2人対戦してるんですよ、はい、右のストレート。でその時にですね、あのイグナショフが反則負けになっちゃってるんですよね。そうなんですよね、あの日本での試合ではなかったんで、はい、なかなか情報も伝わってこないところもありましたが、実は去年の2月に両者は一度対戦しています。イグナショフってこう見えてですね、はい、めちゃくちゃ気が強くてですね、はい、あの倒れた後も、レコに膝蹴り入れたりしたんですよ、はい、まあ、それで結果失格で反則負けとなったイグナショフですが、はい、パンチが切れてますね今日レコは。ただ石井館長、あのレコの右のストレートというのはイグナショフの膝蹴り以上に武器ですからね。あのジャブ引くときに、ね、右のフック合わせてるんですよね、はい、ストレートというかクロス気味をですね、はいはい、でレゴがあのイグナショフが今ジャブ出せなくなりましたね。あ、そうですね、はいはいはい、ここは左の前蹴りで牽制してますイグナショフ。レゴはほんのスピードを変えてきたっていうですね、はい、自分が随分上回ったっていうことを言ってますけど、あの新しい髪型、そのスピードの象徴稲妻カットラというね、そんなふうに話していましたけど、まあ、ヒースヒーリングという同じゴールデングローリーなんですけど影響を受けてると思うんですけども、はい、今年の夏にゴールデングローリージム、新しいジムに移籍しました、はい、ステファン・レコ、まあ、今ラモン・デッカーとかですね、はい、コー・ヘイマスさんとかですね、まあ、ヒース・ヘリングとかアイブを教えてるメンバーなんですけど、はい、その辺に今習ってますから、ちょっとやっぱりニューレコじゃないですかね、はい、まあ、ある意味こうステファン・レコのリスタートマッチというね、はい、今日の一戦かもしれませんが、あ、そしてこのゴールデングローリージム連盟がリングサイドでも陣取っておりますが、ヒース・ヒーリングの姿を今捉えました。右のミドルキックはしかしアレクセイ・イグナショフ、まあ、最初からレコの方がエンジンかかってます ね、 そうですね、左から右のワンツー牽制気味に見せたアレクセイ・イグナショフ、まあ、イグナショフはとにかくあの膝蹴りがありますから、あの膝が右ラッパー近づいて右ラッパーをステファン・レコ右のストレート右のハイキック、右のハイキックを見たあとワンツー宮津タワーコースでインターステファン・レコ、そして右ラッパー、いやレコのパンチは切れてますね。でもイグナショフ左も良かったですよ、はい、バックハンドロー、ハンドローを見せたステファン・レコ、そしてバックスピンキック、レコいいですね。いやこれは藤原さん、このレコは今日違いますよ。これ今日はもうフレッシュですね、かなり面白い試合です。何かあの戦前の予想ではむしろイグナショフがこのステファン・レコをねじ伏せて東京ドームに進んでいくんではないか、そういった声が非常に多くを占めていましたが、左から右にパンチを取り込んでいくステファン・レコ、イグナショフは手数が足りませんね、やっぱり3ラウンドなんで、はい、最初からガンガン行かないと。右の前に右のローキックで返していったステファン・レコ、ああいいローキックですね、打ち返しになりました、打ち返しになる、そして逆に打ち返した、右ラッパー、いやパンチが非常に速い今日のステファン・レコ、これはこの後ダウンシーンがあるかもしれません。第1ラウンドはステファン・レコのパンチのキレが目立ちました。第1ラウンドが終了しました。イグナショフがちょっとステファン・レコの技の多彩さを見せられた感もありますが、ただイグナショフも膝蹴りはまだ第1ラウンド封印されておりますが、この右のハイ、その後レコはすぐ来ましたからね、気合満点ですね、はい、あのレコの技が非常に谷川さん多彩ですよね。多彩だし動きがいいですよね、はい、本当に。でもこれは本当にイグナショフ惜しかったですね。あの第1ラウンドはあのイグナショフが膝蹴りをまだ封印しているだけに何か不気味なところもありますが、ただレコは先手取ってですね、打たれても必ず返してますから、このバックハンドブローが登場されるように非常に技を見せたステファン・レコ、イグナショフがまだ膝蹴りは第1ラウンド封印しています。第2ラ
ウンドです。第1ラウンドから非常に両者よく動けている。そんな中ステファンネコの技の多彩さ、パンチのキレがよく目立ちました。イグナショクの膝蹴りはまだ見られていません。あのレコもあのジム変わってですね、今オランダで練習してるんですけども、はい、イグナショフの方もですね、はい、まあ、本当にあのプロに専念してもう K-1 のためにこれから人生かけるみたいな形で、はい、今練習してるんですよね、はい、あの大学で心理学を学んでいたり、ね、はいはい、そういったあの思考もあったようです。もうやっぱりその心理学をこれから追求していこうという道をですね、もう一旦自分は K-1 のチャンピオンになるんだという今考え方に変えてますからね、まあ、そういった意味では長嶋さん、はい、確かにイグナショフはその可能性はありますからね。そうですね、第1ラウンド見て長嶋さんはどうご覧になりました？去年も決勝の時にですね、1回戦よりも2回戦よりも決勝の方がね、はい、確か動き良かったと思うんですよね。あ、イグナショフが、はいはい、多分スロースターターなんじゃないかなと、そうですね、思ってるんですけど、スロースターターですよね、はい、森さん、はい、そのあたりイグナショフサイドなんですが、やはりちょっと待ちすぎてるんじゃないかと。待ちすぎ逆に、はい、相手の攻撃を見すぎていて、ポイントを探されてしまっているというセコンドの見方です、はい、なるほど。その待ちすぎている間に谷川さん、レコがパンチをまとめていってるという第一ラウンドだったんでしょう、だから印象は悪いですよね、これはただまだ石井館長、はい、イグナショフにはまだ余力は十分残されていますよね。お互いまだ行ってませんよね。まだ行ってないですか、ああそうですか。あの技が単発ですからね、右のミドルキック、イグナショフ、まだイグナショフの膝蹴りは出てこない。右のミドルキック、右のストレート、早いコンビネーションです。そして右のミドルキック、さあイグナショフが出てきた。しかしステファンネコも右から左の服を返していきました。この膝だ、この試合初めて膝を牽制しました。あの膝が出てくるとステファンレコ一つ戦い方、これから展開を注意していかなければなりません。カウンターで右クロスを入れてきました。ステファンレコの右のクロス、右のパー、いいパンチはねレコの方がいってますね。パンチの勝手は気がつくまでタイミングよくね、はい、だから冷静方はパンチで打っちゃおうと思ったんですよ。思った以上にレコがあのパンチがいいタイミングで入ってくるので、はい、逆に蹴りに切り替えてますね今ね。今ミドルを一つ大きなミドルを入れました。ミドルとかに入れてますね、はい、左から右のストレート、はい、まだ膝は出さない勢いがありますよね、はい、何かこのレコの前に出てくる、その積極的なスタイルにちょっと下がってしまっているイグナショフです。まあ、自分自身も、まあ、どうなるかは分からないが去年よりも確かに手応えは、そう話していたイグナショフ。左から右パンチ、イグナショフのパンチ、残り10秒切りました。第2ラウンド、左のジャブからギナッパ、これはかわしていった。スーバックアレクセイ・イグナショフ、右のローキックはステファン・レコ。2ラウンドちょっとお互いに見たか。さあ試合はこの後第3ラウンドに入ります。スロースターターかもしれないという見方もあるこのアレクセイ・イグナショフですが、なんか2ラウンド、体調が良くなそうですね。スタミナはあまりないですし、2ラウンドになってようやくこの膝が出ましたが、あの取材をしてもね、やはりこの膝は常に自分は狙っているんだと、そう話していたイグナショフですが、何か膝を出せない何かがあるんでしょうね、やはりね。いや、なんかね、ウェイト僕上げすぎてるような気がしますけどね。 112.5 キロというイグナショフ、急激にね、もともと100キロぐらいの選手ですから、100キロなかった選手ですね、だから10キロをね、急激にこの1年で増やしてるんで、どうもね、後半スタミナ切れするんですよね。一番最初セブンダウン、この3分で試合は決まるか。ファイナル第3ラウンド、右のミドルキックとパンチが交錯します。第3ラウンド、左のローキックはステファンネコ、左のジャブで牽制するイグナショフ。この1ラウンド2ラウンド、谷川さんどっちが有利でしょうかね。ほとんど差はないんですけど、いや攻勢点でレコでしょうね、レコ選手も踏み切れてない、踏み込めてないですよね。そうなんですか、非常にパンチは切れてるようにも見えましたが、まだ先はあると。ただ手数少ないですね、まだ出ますか、もっとこう連打で出なくちゃいけないですね、踏み込むのが多いですね。あの後が続かないんですよ、はい、右を一発、大きな重いパンチを入れていったステファン・レコ、はい、ただまだまだという点では石井館長どうですか。イグナショフもまだまだという感じもするんですけどもね。そうですね、
君はやっぱ疲れてると思いますね、はい、左から右、ミグナショクは前回の戦いよりも5キロほどウェイトをさらにアップしてきました。うんと一番最初ベラルーシで優勝した時90キロぐらいだったんですよね、現在 112.5 キロ、まだ無理のスタミナだったんですよ、もらわんの後はピンピンしたんですけど、20キロ増えてるんですよね、実はこれ両者の体重差は今日は 16.1 キロあるんですが、ステファンデコは 96.4 キロ、その16.1キロを感じさせない何か展開ですね、ここまではね。さあまだダウンシーンはありません。あーリード前蹴り、あの膝と合わせてこの前蹴りというのもイグナショク一つ大きな武器となっています。ただ藤原さん、はい、イグナショクはもっともっとこの一撃がある選手ですからね。そうですね、秘めたね、膝とか足元とかたくさんもっと見たいですけどね、選手たちがドクドクとする打撃持ってますからね、この選手はね。この第3ラウンド残された時間でそれが見られるか、しかしそれを凌駕していく当のステファン・ネコ、ただ石井館長の味方だとまだまだネコも手数が出るという、そうですね、展開ですが、勝たなければ東京ドームへの道が断たれます。さあ首相撲になった、そもそもこの接近戦自体がイグナショク得意なんですけど、そのシーンがないですからね、はい、リール入る、これちょっと疲れてますよね、ちょっとここは手だけでパンチを打っていったステファン・ネコ、左で牽制だけはイグナショク、新世代の旗頭的存在では、あ左イグナショク、その後に捕まえたステファン・ネコ、これはレクの方からクリンチに行ったか、共に K1 の新しい世代の選手たちです。ちょっと行きましょうかね、肩で行きしてますね、手数も足りないですし、はい、もうちょい行かないとダメですね、はい、あるいは岩瀬が前回の戦いよりも5キロほど、まあ、急激にメイトアップしてきた、はい、この辺りあとミラハイキック、何かひょっとしてスタメン面に出てるのかもしれませんが、クリンチに行く、残りは15秒、ここまでまだダウンシーンがなし、イグラショクの膝がまだ封印されている、イグナショクの右の敗戦です。しかしステファン・ネコ間一発でかわしました。試合は判定に入ります。もろ手を上げて青コーナーに戻ったのはステファン・ネコ、半ば腰を落としたアレクセイ・イグナショク、こんなシーンはなかったですからね今までね、そうですね、この3ラウンド終了前がこれ危なかったですよ、あと数センチずれていればイグナショフがレコを仕留めていたシーンでしたが、いやというよりもレコがこれよく振り越されたんですかね。そうですね、入ってますからね、入ってますよねこれね、いやあの牌を持ってしてもステファン・レコを倒すことができなかった、むしろ1ラウンドはレコが押していた印象もありますが、さあ判定はどうなるか、判定の結果をお伝えします。判定です。東京ドーム行きはどちらか、大成敦史30対29、青ステファン・デコ、差がついて1人目はステファン・デコ、ジャッジ友崎中尾30対30、ドロー、2人目はリーブ、ジャッジ黒住達也30対30、ドロー、両者2勝以上の差で延長戦を行います。決着はつきません。決着はつきません。エキストラランド第4ラウンドに入ります。エキストラレン負ければ断たれる東京ドームへの道、3ラウンド戦って両者判定で決着はつきませんでした。ちょっと今職の表情良くないですね、はい、森さん、はい、逆にステファン・ネコの表情がね、延長になったと分かった瞬間にまた目をねキラキラとさせて、ランランとさせてですね、もうやる気満々という感じでしたね、はい、あの判定を待ってる間のシーンではステファン・ネコ、これは自分が勝ったという印象を持っていたように私には見えたんですが、まあ本当勝ったと思っても不思議じゃないぐらい、ステファン・ネコの方が多かったと思うんですけど、はい、あのこれまでのステファン・ネコでは勝ったと思った判定でこう判定がその通りにいかないと何かモチベーションが切れるところがあったんですけど、どうやら今年は違うようですね。さあ試合は第4ラウンドエキストララウンドに入っています。イグナショク行かないとダメですね。エキストララウンドはこのラウンドだけで評価されます。右のストレートボディへ叩き込んでいった、右のミドルキック、左の前蹴りはイグナショク、
ただ藤原さん、あの映画でも第3ラウンドの終了間際、はい、強烈なハイキックありましたからね。そうですね、あれがこのラウンドに関わってくると思ったんですが、はい、まだ調子が悪くないようですね。長嶋さん、前に出られますか、ね、イグラショフはどうでしょう。やっぱ館長おっしゃったように体調が悪いのか、ちょっと体重が増えすぎたのか、はい、1ラウンドから全然なんかこう変わらないんですよ、左の蹴りが出ないんですよね。第3ラウンドで戦って決着がつかなかった両者、まあ、1ラウンドはレコのパンチが非常に切れていて、まあ、イグナショフが出てきたのかなと思ったら、結局イグナショフが出てこられなかった3ラウンドでした。そして判定で決着はつかず、この第4ラウンドに突入しています。右のミドルキック、それをホールドして前に出ていった。あのアーネスト・オフス選手も体重を増やしてきたんですが、1年にやっぱ 2,3 キロで増やしてますからね、それで5年ぐらいかけて10キロぐらい増やしてるんですよね。急激に増やしすぎじゃないかなと思いますね。イグナショフはほぼ2年あたりで20キロ近く増やしましたからね。僕一番最初のベラルーシで見た時91歳です、少しでしたからね。あるいはそのあたりがスタミナと相殺されてしまっているイグナショフかもしれませんが、第3ラウンドの終盤はこの今ここはミドルに放ちましたが、ハイキックを放ちました。そしてまだこの試合1回しか出ていない膝は一発で相手を仕留めることができます。イグナショフ、その膝が出るかどうか、そしてそれを凌駕するのはステファンレコなのか。今日のレコは非常によく動けています。技を出された監督のミドルストレート、コンビネーションを見せていった。イグナショフの手数が足りませんね。手数の面ではステファンレコ、ただもっと手数は出るんではないか、まあ、そういった指摘も放送席ではありますが、右のストレート、ジムも移籍して気持ちも新たに、レコにとってはこれが2002年リスタートマッチ。さあ第4ラウンド決着はつくのか。このラウンド判定になった場合はこのラウンドだけで評価されます。決着はつきませんでした。第4ラウンドのみの内容で判定です。まあ、この第4ラウンドも終わってイグナショフは腰を下ろしました。この第4ラウンドはどうでしょう。イグナショフの攻撃というのはなかなかあまり見られませんでしたが、ね、やっぱりアグレッシブさではレコですね、こういったシーンですね、そして第4ラウンドが終わった後もバックハンドブローも見せたステファン・レコですが、第4ラウンドもらった、そんなジェスチャーを見せてコーナーに戻ったのはステファン・レコでした。さあ決着はつくか。このエキストララウンド第4ラウンドの判定はこの第4ラウンドだけの内容で判断されます。判定の結果をお伝えします。ジャッジ黒住達也10対9、青ステファン・レコ。ステファン・レコ。ジャッジ大成敦史10対9、青ステファンレコ。差がつきました。ステファンレコ10対9、青ステファンレコ。エキストララウンド第4ラウンドにまで持ち込んだこの一戦、ステファンレコがアレクサイ・イグナショフを仕留めました。東京ドーム進出です。レコ嬉しいでしょうね、強敵だったら。いや今日は谷川さん、はい、このステファンレコの気持ちが目立ちましたね。そうですね、まあ、レコとしては本当にあの気持ちの勝利じゃないですかね。優勝後ほども生まれて歌われたアレクセイ・イグナショフがステファン・レコの前に姿を消しました。ジムを移籍しました。オランダのゴールデン・グローリージムに移籍したステファン・レコ、やっぱあの環境を変えてね、ラボンデッカーのいるジムで、はい、やっぱ神経ってトレーニングしたのが良かったと思うんですよね、終始積極的に攻めてましたね。やっぱあのイグナショフ選手は実力がある選手なんですが、はい、やっぱりあのウェイト調整の失敗が今回のスタミナ切れを招いたと思います、はい、まあ8月にそれまで12年間連れ添ってきたコーチと決別して新しいジムに移籍したステファン・レコ、その成果が実りました。さあ東京ドーム行きのチケットを掴んだステファン・レコ、今年こそチャンピオンに輝くか。ステファン・レコが東京ドームに進出です。